富士の国総研主任研究員久保ひとみ、県内の最新情報をチェックしていく富士の国県民愛。小さな田んぼがだんだんに連なっている、こちらが棚田です。今回は棚田を守る人々の思いをチェックしますよ。訪ねたのは菊川市倉沢、田植えの準備が始まっていました。ご苦労様でございます。はい、はい、どうも。はい、いやそれにしても美しい棚田ですね。はい、これ棚田という呼び方でいいんですか？いいです。地元では千賀町って呼んでるんですけどもね。千賀町、田んぼ一つ一つを鎌町って言うんですけどね。それがまあ昔は1000あったっていうことで、ね、もうもっとたくさん3000万円ぐらいあったんですけども、地元では昔からもう千賀町って呼んでますね。はい、千賀町の歴史は古く、戦国時代末期から耕作が始まりました。昭和40年頃には10ヘクタールの土地に田んぼが3000枚あったそうですが、収穫効率の悪さなどから年々田んぼが減り荒れ果ててしまいました。棚田の復活に向けた活動が始まったのはおよそ20年前。そのわけは、で僕たちは子供の頃からここで遊んだり、ここのお米を食べさせてもらって、大きくなってきたもんですからね、やっぱりふるさとに対する思いが強かったんですよね。はい、棚田里地クラブなどのボランティアの協力を得て棚田復活に取り組み、現在では都市に住む人たちが棚田のオーナーとなって田植えや収穫を行っているほか、静岡大学の学生の力も借りて整備しています。ぜひ見てほしい田んぼがあるそうで。これ田んぼなんですよ。これ、はい、田んぼですか？これでも立派な一枚の田んぼです。うわ、はい、もう戦国時代の末期からずっとここにある田んぼです。千賀町が復活して、はい、様々な人との交流が始まったということですけれども。そうですね、いかがですか？はい、中にはね、ここに住んでみたいっていう方もいらっしゃいますし、まあ将来的には、地場産品を売れるようなところを作りたいっていうのと、まあ一年中皆さんに楽しんでいただければそれでいいと思いますけど。はい、静岡県では県内35の市や町と連携して農産漁村が持つ貴重な資源を守っている魅力的な地域を富士の国美しく品格のある村として登録し、活動を支援しています。人水愛、今回の調査結果は、多くの人に支えられて日本の美しい原風景は守られているんですね。皆さんも身近な農村に注目してください。富士の国美しく品格のある村に関するお問い合わせはご覧のところまで。富士の国県民愛は静岡県広報課がお送りしました。